じゃあ、次行きましょう。光月城決戦。山中鹿之助は毛利を倒すべく、安芸かな、ええもんもんく。迅速に敵を撃破し、光月城を守れ。さて行くぜ。織田勢による西国攻略の最前線となる光月城では、尼子勢がお家再興をかけて毛利との戦いに臨んでいた。しかし毛利の大軍に対し尼子勢の手勢はわずか。毛利の進出を警戒する信長は即座に援軍を派遣する。先行して出陣した秀吉と鹿之助に光秀も合流すると、窮地の尼子勢を救援すべく光月城へと急いだ。光月城決戦。山中鹿之助生存ルートかな。待たせたな、秀吉殿。鹿之助、状況はどうだ。来たな、光秀。光月城はだいぶ攻められちまってる。こりゃあんまり悠長には戦ってられねえだろうな。そうか、ならば速攻戦を仕掛けるが上策だろうか。鹿之助はどう思う。ああ、そうだな、俺も光秀と同じ意見だ。任せてくれよ、俺誰よりも頑張るからさ。鹿之助、よし、そうと決まれば善は急げだ。行こう、二人とも。よし、おいらたちも行くぞ。鹿之助の息に負けてられねえな。ああ、鹿之助、何やら様子がおかしいようだが。な、上の空やったよね。よし、俺の出番だな。あ、マジで、あ、マジでって。じゃあ斉藤と清水で行くかな。レベル26やし、うん、ちょうどいいや。鹿之助の力当てに出そう。さて装備変更していこうかな。よし、つけていくぜ。 OK、 行きましょう。戦闘開始しない。よし、急いで光月城へと向かうぞ。社長、待ってきてください勝久様。まずは奴らの砦を制し前線を押し上げる。あれ、全軍進め。んんんんんんん、何をやるやったっけ。小早川さんを助ける。国士か、引っ張らないようにしないとな。国司さ、元、はい、元、絶対違う、絶対違う、ほんまそれ分かる。自分で言うてて気づく。おう、俺はまだこのままで本当に雨子を救うのか。ほらナイス、大ちょ待ちたまえ、ナイス。よし、今は引くしかないか。あぶり、これで終わりと思うなよ。よし、うがっちゃうよ。うがっちゃうんだからね。何それ積んでる風。風味ではない。積んでる風。風ならどういうこと。風味って味になってるやん。先へ進もう。この気を逃すな。一気に締める。痛い、やめ。ほら、弓兵め。害悪か。この勢いのまま毛利を攻め崩して光月城へと向かおう。うん、向かいましょう。敵兵を撃破せよ。行け、忍び、雨子を闇に沈めてしまう。何やつ、うわぁ、誰か。何すこの棒読み感、うわぁって棒読み感が来たぞ。者ども、撃て。任せられたか。うん、おし、ナイス。どう切り抜ける。よし、こ
これで終わったかな。うが縮いてしまえ。終わらない。残り2匹、残り2匹、残り2人、2匹ではない。そっちこそ。そうだな、今自分を信じるしかない。味方が頑張ってるみてえだな。よし、おいらも張り切らねえぞ。張り切って行って。前の山中鹿之助と同じようにならんようにならんように。中国痛いわ。うわうわ、助けに行かないと。やば、鉄砲隊を倒して三月で助けよう。鉄砲隊を撃破せよ。終わらせる。危ない。怖いわ、ほんま。鉄砲隊がやっけに怖い。向こうのタンスいることになりかねんからな、鉄砲隊は。まだ倒し足りない。向こうじゃ怖いな。大丈夫かな。オッケー、いけた。んで、あとどこかな。無理か、まだ。まあ、いいか。こっちにさせて。どこ行った。斎藤と清水来ていた。終わったかな。いや、まだ終わってない。残り一人いる。大いに震えよ。よし、ナイス。鹿之助の願いを俺はこの地で叶えてやりたい。無論任せろ。どこ行った。今下下がってなかった。なんとか切り抜けられたか。これより一層フルートしよう。どこ行ったんかな。ここは一度引く。弓兵よ、奴らの足止めは任せたぞ。任せられていく。どこから上行ける。あー、任されよ。弓兵が控えていては進軍がままならない。この守備頭、こいつをやっつけて。男性取りだから光月城へと向かう。確か痛い痛い痛い。裏道があったよな。それを使えば気づかれず進軍できるはずだ。増量隙を見せたら。よいしょ、1個目やっていくよね。どけ、早くあのことを伝えなきゃならねえってのに。どのこと。されてるみたいだ。見過ごすわけにはいかない。助けに行こう。助けに行こう。どこに。あそこに。渡辺町と林次町。おさやるな。感じ的におさやるな。道下様がいねえ。まさか裏切ったんじゃ。やってられねえな。俺たちも引くか。おいしょ。裏切るなど到底信じられぬ。これも毛利の策なのだろうか。好機いざ攻め入ろう。好機だとか言ってるあたり全部違いそうだ。何もしなくもない。敵は城内に。援軍はまだ到着せぬのか。俺は確かに見たんだ。道久様が怪しい奴らに通り手に連れてかれるのは。マジかよ、閉じ込められとんの。道下様が。なんて卑怯な手を。開門。ワンちゃん。そういうことじゃなくて。道下の拉致が嗅ぎつけられたか。あ、嗅ぎつけられた。やつらめ。口羽。鼻の効くやつらめではない。お主の首は毛利本営の供物と。見くびるな。たとえ私が知ろうとも、アバゴの執念、決してついえはしない。おじい様の命により、上に行かないとダメなんだよね。開門。行けるとこあったりすんの。わかった。なるほど、下から行けるのか。
わからんが、わからんが。やったよね。うん、やった後やね。私は無事です。ご心配をおかけしました。開門。開門していく。どこらへん？道下様。裏切ったわけじゃなかったのか。俺たちすっかり誤解しちまってたよ。まあそれそうなるわ。ラチュラル取ったら無事でよかった。これより一層フルートしようか。任せろ。おじい様はすべてお見通しなのです。テルモト、任せませんよ。よう、会いに来たぜ、会いに来たぜ。光秀を城へと進ませないと。砦の敵は俺たちの残りの将で引き受けよう。大門、うわあ、撃破せよ。ほらこういうことじゃ。俺から逃げられると思ったか。ここは引く。ナイスじゃん、終わった。トシミツ来ちゃった。侵入を防ぎましたか。トシミツ来ちゃったよ。痛いなこれ。このまま自分を信じて突き進むぞ。鹿之助の言っていた裏道はこれか。みんなこの場を任せた。俺は城へと向かう。人体歩兵長やっておこう。そうか、嬉しいもんだな。我ら再び水産。今度こそ奴らに一泡吹かせてやるわ。この中やね、いそうなんで、ね、この中で打ち死にしたよね。その首ここに置いていけ。何上、置いていけや。やばすぎやろ、柄悪すぎやろ。元春よ、どこや。下か。父上の元へは行かせないさ。でもさっき言ってたけどな。急ぎこの地を離れ、針間攻めに参じようとのこと。そんな、でも光月城まであと少しなんだ。天様の命でも俺はまだ戻れない。光月城はもう間近。迅速にことをなせば針間への参陣が間に合うだろう。ならば俺は鹿之助の思いを尊重した。ああ天狗、速やかに毛利を討滅せよ。潰をうがせ。マジで弱っちいのは俺の方かよ。ああつまんねえ。何がつまんねえか言うねえ。私ではマジかよ。ならないというのか。和久殿、ただいま参りました。ナイス。じゃあもう弓兵長だけやっていく。俺は次だぞ。お前も早く。まだ生きてた。弓兵長終わる。では進軍する。上やね。上行かねばね。毛利も隣よ。激安や。いきなり5分とか出るからびっくりするよな。よし、この中や。さあ行くぜ。しかし貴様の首今日こそ落としてくる。よし、これじゃい。二人でこの戦を終わらせよ。ああ、月下の誓い、今こそ叶える時だ。おお、ちょい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 、この力で毛利を倒そう。うん、ボーナスミッション。貴様らは目障りなのだ。毛利の本営が止める。ああ、楽そうやな。にボーナスのやつは。どこ行った。ああ、協力攻撃したかった。協力恩恵をしたかったものの末段になった。強すぎた、本当に。いや、ワンチャンいけるかも。無理です。危ない、ちょっと。セーフや。よし、くらえ、元なり。
終わった。よし。読み切れなんだか。貴様の勝ちだ。しかよ。その執念、覚悟、恐ろしきものとは。討ち死に。討ち死に。元狩りがあったのか。ついに俺は。ああ、身が一つ残ってますね。気になるな。気になるわ、逆にそれが。レベル上がりすぎじゃね？よし。ちょうどよかった。なんか文章聞きますが、今。光秀。俺、ついに毛利を倒せたんだな。ああ。紛れもなく、鹿之助の奮戦によるものだ。よかったな。俺、光秀みたいに強くないし、今回だってみんなの力がなけりゃどうなってたか。何を言う。支えられていたのは俺の方だ。お前の明るさと信念の強さに俺は勇気づけられてきた。だからありがとう、鹿之助。お前がいたから、お前と誓ったから、俺はまっすぐ歩んでこられた。そっか、そうだったのか。ああ、やっぱりかなわないな、光秀には。よし、こうしちゃいられない。光秀、俺はまだまだ走り続けるよ。毛利を倒してからが本当の天子最高というわけか。ならば俺もお前に負けないよう刃を研がねばな。俺も負けないぞ。まだまだ頑張ろうな、相棒。という死に際の夢の字だったのであった。やめよう、やめよう。結果いいのに何でそれ死んじゃうの。あーね、来ましたね、新本能寺の変。え、何？シンオロチみたいな。何このシンオロチみたいな言い方のやつ。と好きだよね。そう、こういう風に乗っていくの。こうやっていくさ。でもびっくりした。シンやもんな。まあ、やろうか。本能寺に、何これ。刀流かな。する信長に亡霊たちが迫る。仲間と共に窮地を出し敵の正体を暴け。あ、録画再開されたということで、とりあえずね、終わりましたか。リス取りましたよ。あ、9、2つ残っちゃいましたけどね。一緒ね、新本能寺の辺なんやろね。二転三転してた、すごく話が。まあ、桃地三太夫が、やっぱり鍵握ってますね。多分こっちもそうでしょう。天下一心行きましょう。まあ、多分これも、録画禁止だと思うんで、多少また、カットの方、カットで、数十分後、やっていきますね。やっていきますね。藩の宗長の旗の下に、豪傑たちが撃つと。すべての敵を破り、天下富豪を成し遂げろ。録画再開されていく。とりあえずね、録画再開されたって言っておきますね。これね、すべてクリアしたからこれ来ましたね。で、その途中でね、またトロフィーも来てました。で、言っておくと、こっちの天下一新の方で、天下一新できて、ハッピーエンドで終わってました。ハッピーエンドで。うん。まあ、あとはね、まあ、こういうミッション達成数を全部、やるだけなんで、まあ、そういうところはまあいい感じ。なので、今回で、この、戦国無双5の方は終わらせていただきます。今日はいかがなさいますか。
まだ前やってたね、クラッシュバンディクの方戻らせていただきます。では、ご視聴の方はありがとうございました。アリュー、アリュース、グッバイ、サラメ。